デニス・ブレインは、イギリスのホルン奏者である。死後の今日に至るも、世界中で、最も卓越したホルン奏者の一人として知られる。三代にわたって、ホルンの名手を生んだホルン一家の五人目の奏者。祖父、二人の白もホルン奏者で、父オーブリー・ブレインは、BBC 交響楽団の首席ホルン奏者として、ロンドンの音楽界では著名な人物。 SP 時代の録音で、ホルンの活躍する曲はほとんどオーブリーによるほどである。デニスは、セントポールスクールと、王立音楽院でホルンを学び、校舎では、教授をしていた父に指示し、ホルンとオルガンを収めた。デニスは、父の相方の第二奏者として、活動を始めた。1939年に録音された、モーツァルトのディベルティメント第17番の録音では、 レナー弦楽四重相談とブレイン不死の共演を聞くことができる。デニス・ブレインのソリストとしての最初の活動はブリテンのテノール・ホルンと弦楽器のためのセレナーデの初演と録音である。この作品はブレインとピーター・ピアーズのために書かれたもので、その中でブレインはホルンの技術と表現の幅を示すことができた。ブレインは21歳で、 シドニービーや率いるロンドンナショナル交響楽団の主席奏者に指名された。その時の録音、チャイコフスキーの交響曲第5番やファリャの三角同士、ワーグナーのジークフリートのラインへの旅で、ブレインの際だった音調を聞くことができる。第二次世界大戦中には、英国空軍に徴兵され、イギリス空軍中央軍楽隊の主席ホルン奏者を務めた。 ピアニストのデニス・マシューズと共演したベートーベンのホルン・ソナタの有名な録音もあり演奏家としての地位は揺るがなかった。対戦後、ブレインは二つの新しいオーケストラのホルンパートの主席奏者に招聘された。ウォルター・レッグが創立したばかりのフィルハーモニア還元楽団とトーマス・ビーチャムが創立したロイヤル・フィルハーモニー還元楽団である。この兼務が可能だったのは 当時ロンドンの多くのオーケストラが各演奏会で出演可能な演奏者の溜まり場を形成していたからであり、ブレインは双方の演奏会に毎回出演していたわけではなく、それぞれのオーケストラの録音時には出席するという実態であった。しかし、1954年4月には両方への所属が困難となり、ロイヤルフィルを去った。 1957年9月、エディンバラ音楽祭からのキロ、トライアンフティー・ r 2に乗っていたブレインは、ロンドンまで、あと、約33キロというハートフォードシャーのハットフィールドを、通過中に運転を誤って樹木に車をぶつけて、即死した。ブレインは、車が好きで、譜面台には、自主者雑誌が載っているほどだった。この音楽祭でのブレインの最終公演の一部は、 レコードに残されている。最後の演目はアンコールとして演奏したマランマレのルバスクであった。事故の翌日、ブレインはリヒャルト・シュトラウスのオペラカプリッチョの録音に参加することになっており、事情を知らない人はサバリッシュ式で彼の演奏を聴けるものと信じて疑わなかった。プーランクによるホルンとピアノのためのエレジーはブレインを追悼して作曲されたものである。 ありがとうございます。